はい、というわけでね、ソウルのインチョンの方に着いたんですけど、まあ、これからね、市内の方向かっていきます。今回 LX ので、なんか列車のチケット買ったんですよ。で、買うと eSIM の1ギガ無料でもらえるんで、今回はそれでなんとかやりくりしようかなって思ってます。ソウル暑いっすね。なんか福岡よりもね、はるかに北に位置してるはずなんですけど、思ってた以上に、はい、夏ですね。前来た時寒かったんですけど、10月末ぐらいで、やっぱね、暑い時期の方がいいかも、韓国。ちょっと冬はマジで寒いんで、はい。はい、というわけでね、ソウル駅に到着しました。もうね、韓国に来るのは2017年ぶりなんでね、本当に久しぶりですね。まあ、街の雰囲気もかなり変わってるのかなって感じで、なんか建物多かったですかね。ね、はい、今ね、宿でトンデブンの川の近くにいるんですけど、川綺麗ですね。鯉とかも結構たくさんいるんですよ。でね、都会なのにね、この水質の良さはね、驚きますね。なかなかないと思います。素晴らしい。ソウルのね、市場の方の近くやってきたんですけども、今ね、こんな感じで、なんか、お寺の近く来ます。なんか、ね、結構ね、涼まれてる方も多い感じですね。ちょっとこれからご飯食べに行くって感じで、はい。はい、というわけでね、届きました。なんか、うまそうっすね。うまいっすね、やっぱね。酸味が効いてて。はい、でトンデムのね、門なんですけど、なかなかいいですね。以前ね、南大門がね、消失してしまったんですけど、多分こちらはずっと残ったままと思うんで、あっ、いけないですね。ちょっと引き返します。はい、ここから見るね、門の方がより雰囲気あるかなと思います。でも結構いいですね、年季がある感じなのが。はい、こちらなんかね、城址跡みたいな感じで、なんかね、外壁みたいのがね、バーッとある感じですけども、いいですね、なんか、以前はね、こっちの方来てなかったんですけども、なかなか雰囲気ありますね。はい、というわけでね、金パン屋さんやってきたんですけど、これ、たくさんもね、無料でセーフでついてきたんですけど、うまいですね。これ日本たくさんとほとんど同じ。で、こっちは、金パン。うまいですね、本当に。はい、というわけでね、これからね、ニョンドの方向かっていこうと思います。もう気温は低いんですけどね、曇りのつ雨なんでね、まあ、歩きやすいっちゃ歩きやすいんですけど、この方もいいですね。結構ね、迫力がありますね。で、ちょっと歴史を感じるっていうか、なかなかいいですね。はい、というわけでね、ナムサンゴルっていうところにやってきました。ここはね、ミョンドの近くなんですけど、まあ、以前行かなかったんで、早速観光していこうと思います。今回ね、あいにくの雨なんですけども、アクションカメラは防水でも平気なんですけど、ちょっとね、レンズにね、水滴がついちゃったりするとちょっと困るかなっていう感じです。やっぱりこのね、なんかディティールがやっぱり韓国らしい感じがしますよね。案内所もあって、あとトイレもね、あります。韓国はね、ちゃんとトイレを、ね、日本と同じぐらいあるからね、ちゃんとね、してますよね。なんかね、前来た時よりも確実に街綺麗になってますね、韓国ね。どんどんね、文明が発展してるって感じで。あ、こういうのとかね、昔ながらの韓国のっていう感じの、そう、こういう感じのリースで、雰囲気があって。そう。まあ、ちょっとね、雨も降ってるんでね、ちょっとパパッと感じで。で、あっちはタワーですね。まあ、今回はちょっとね、遠いんで行かないですけど、雨降ってるし。で、パーッと回って。あ、ちなみにですね、こちらね、入場無料ですね。無料なんで、とってもありがたいですね。そう。まあ、あそこは有料かな、わかんないですけども、ちょっとね、ぐるっと回ってみます。はい、でね、中もね、こんな感じなんですけども。あ、なんか廊下の人がすごいくつろいでます。で、こちら庭園です。なんかね、韓国はね、
なんか松の木が結構多いですよね。まあ、ソウルはね、決して海沿いではないんですけども、うん、いいですね、雰囲気ね。いや結構ね、雨降ってますね、ザザザってね。なかなか。なんかイベントされるんですかね。なんか設定されてますけども。中にちょっと入ってみたいんですけどね。入れるかな？どっから入るんだろう。ちょっと、こっちから回って行ってみようかな。うん。で、門をくぐると、こんな感じですけども。いや、これね、全部無料ってパーないっすね。あ、でもなんか、割となんか日本っぽい感じしますね。なんだろう、なんか急になんか和風な感じになりましたね。さっきの建物と比べると、うん、だいぶ差が不思議ですね。うん、こっちの方はなんか行き止まりみたいな感じですかね。なんか当時使われたものが展示されてるって感じですけども、うん、なんかね、細かい部分はね、やっぱり日本とまだ違う感じですよね。うん、似てはいるけど。そう。うん。いいですね、この音楽が。ドゥーン。雨なんでね、今取り来てる人少ないけど、逆にチャンスかなって感じです。うん、境内のとこぐるっと回って。お、こっちなんか射的なんかありますね。あ、どうしようかな。なんかちょっとあっち行きますね。ちょっとメインの方だけ雨が降ってるし、全部は取らなくてもいいかなと思いますんで、はい、中に人がいらっしゃいますね。弓矢とかあるし、なんか障子っぽいなんか扉もあるし、なんかいいっすね、雰囲気がすごく。そう、まあ、韓国らしいというか、日本とはね、まあ、やっぱ似てるけどやっぱ違う感じですよね。うん、井戸とかもあるし、まあ、見どころないって言われてるソウルっていうか韓国ですけど、まあ、パッと見た感じで多少は普通にあの、うん、全くないってわけじゃないんで、絶対一度来る価値あると思いますね。日本から近いですしね。なんかあのこういう感じの煙突みたいなのは日本にはないし、この亀とかもいいですね。水亀かな、うん、びっくりした。ちょっとおじさまがなんか大声出したから、ただくしゃみみたいな感じでした。よかった、怒られたかった。じゃあ街の雰囲気ね、ミョンドン、渋谷にそっくりっすね、うん、形が。これとか、あのドン・キホーテみたいだし、うん、いやーなんかいいっすね、面白い、うん、歩いてて楽しいなと思いますが、はい、というわけで、ね、今回ねビビン麺食べました。でキムチがですね、うまいっすね。タッカンも、うん、今日うまい、うん、素晴らしい。なんか天気があんま良くないですね。ちょっと茶色ぼっかかってるから、多分大雨が来そうな感じがします。はい、というわけでね、今日1時間半ほど遅れてバスターミナル到着しました。今ねちょうどね3時ぐらいですね。でプサンはですね、まあ、天気的にはソウルは大雨だったんですけど、こっちは晴れてるんで、まあ、いいかなって感じです。早速入っていきます。